大浜、大浜は、日本海軍の標的艦。大浜型標的艦の一番艦で、艦名は、広島県因の島にある、大浜崎に由来する。前型の、ハガチでは、速力が19.3ノットにとどまり、傭兵側では高速爆撃標的艦の要望があった。これにより改めご計画で計画された、標的艦5隻の一番艦である。計画番号は、 J36。前型は復元性能にも不安があったため、その点も十分考慮された。1942年12月16日時点での基本計画当初の要目は以下のようになった。詳細設計の段階である程度の簡易化も考えられ、1944年の秋に護衛艦としても使用できる要計画変更となった。船体は、 全艦板での防御交番の位置を低めるために、平ら艦型とされ、簡易化のため直線型の艦種となった。防御上の観点から、幻想は廃止し、居住性確保のため冷却設備を装備する予定だった。防御は4000メートルからの爆撃で投下される10キログラム、演習弾に耐えることが求められ、夜風や、節の訓練実績をもとに、当たっても、 防御鋼板が軽く凹む程度の厚さが計算された。上甲板の内爆弾の当たる可能性のある部分やその上に設置された防御甲板には25メートル MDS 鋼が張られ、傾斜部分などはさらに薄くされた。防御甲板の高さも復元性能の観点からなるべく低くされ、中央の艦室部分は下に探偵を搭載できる高さがあったが、それより、 後部は中央部分のみを通路として使用できる高さにして、それ以外は、甲板下が保守点検のできる程度の高さ 800mm に抑えた。また、防御甲板は、溶接構造にすると、爆弾の当たった時の衝撃で溶が飛ぶ恐れがあるので、全溶接構造で作られた。爆撃訓練時に、人のいる環境や居住区、トイレなどは、 防御後半との間に空所が設けられ、スプリンター対策を施した。原則部分は18メートル MMS コートされ、ハガチの原則は、傾斜が10度あったが、本館では、復元性能を考慮して5度に減らされた。機関は、秋月が駆逐艦と同じものを使用、当初33ノットを計画した。 また、機関配置は、カゲロウ型駆逐艦と同じにして、機関室の長さを最小とすることを目指した。偽装工事の途中で、護衛艦にも使用できるように計画が変更され、春工事より、艦板上に多数の機銃が配置された。対戦兵装として、爆雷投射台、爆雷投下機場も装備された。弾薬庫は冷却設備のスペースを当て、 爆撃訓練時には、広角砲と三連装機銃は、陸揚げし、単装機銃は、艦内保管の予定だった。これら兵装装備で艦の重量が増え、高支配水量は、当初の2950トンから3070トンの計画になり、公式水は0.13メートル増、速力は0.5ノット減少、航続距離は50回り減少する予定となった。 しかしながら、もともと復元性能に余裕があることで、多くの兵装を追加することができた。歌唱艦名第5411号艦、艦主は、特務艦、標的艦に類別。1945年1月10日、三菱重工横浜造船所で竣工した。同日横須賀鎮守布石となり、連合艦隊付属に編入される。3月、 東京湾で標的としての任務を開始。だが、2週間ほどで燃料が尽きて、回避運動が行えなくなり、以降は、木更津沖に病白して、標的となった。その後、爆撃訓練自体も、中止となり、6月以降は、横須賀沖の部位に係留された。7月15日、横須賀が爆撃を受け、大浜では、 コ部ブマスト直上で炸裂した爆弾の破片により28名が戦死した。その後、大浜を三陸へ移し、搭載兵器を与え転用することが決定された。8月3日に横須賀を出港し、宗谷と同行して8月5日に小永川港に入港。この航海の際は、王号燃料として使用した。8月9日、女川は空襲を受け、大浜は、 直撃弾2発と多数の資金弾を受けて浸水し、60度くらい傾いて角座沈没した。または8月9日に宮城県の小永川港に入港したが、敵機の攻撃を受け浸水により着底、そのまま終戦を迎えた。同年9月15日に除籍され、その後解体された。山川義彦中佐。 1944年11月15日から1945年1月10日、山川義彦中佐。1945年1月10日から1945年7月22日、以後館長の発令はない。同警官として、本館を含め5席の建造が計画された。以下は1944年5月5日に、計画中止となった、三木交換3席の予定艦名。 AB、写真日本の軍艦第13艦48ページによると8月10日。日本海軍特務艦船,船誌43ページによると2580トン。飛雲の高速爆撃標的艦、大浜の怒りと涙。37ページによれば、米第58機動部隊の爆撃機の攻撃による。ただし、この時期は58ではなく、第38任務部隊。 ありがとうございます。